ウォルター・トゥークスベリーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、アシュリー出身の陸上競技選手。1900年パリオリンピックでは2つの金メダルを含む5つのメダルを獲得した選手である。トゥークスベリーは、ペンシルベニア大学で私学を専攻する傍ら、陸上競技に取り組み、1898年、1899年に、 IC4A の110ヤード走と220ヤード走を制すほどの選手であった。大学を卒業後、デュークスベリーは1900年パリオリンピックに出場し、5つの種目にエントリーする。出場者の中には、同じ大学の後輩でこの大会で4つの金メダルを獲得するアルビン・クレンツレーンがいた。まず100メートルに出場したデュークスベリーは、準決勝で10秒8の 世界大記録を樹立し、金メダルが期待されたが、決勝ではフランク・ジャービスに次いで銀メダルに終わってしまう。翌日には60メートルに出場するが、クレンツレーンに次いでこの種目でも銀メダルに終わる。さらに彼は400メートルハードルにも出場する。この当時、400メートルハードルはおそらくアメリカでは実施されていなかった。しかし、彼は優勝候補であった。 地元フランスのアンリ東山に簡単に勝利し、最初の金メダルを獲得した。なお、この当時の400メートルハードルは、現在行われている400メートルハードルとは違い、トラックの上に電柱のようなポールが置かれ、最後の障害には水濠が設置されていた。200メートルハードルの決勝では、またしてもクレンツレイに金メダルをさらわれ、銅メダルという結果に終わっている。 最後の種目となった200メートルは200メートルハードルの1週間後に競技が行われた。この種目では22秒2の記録でインドのノーマンプリチャードに0.6秒もの大差をつけ400メートルハードルについで2つ目の金メダルを獲得した。彼は引退後ペンシルベニアデシカを開業し1968年に92歳でこの世を去った。ありがとうございます。